します。田村真美さん。国民民主党の田村真美です。私は立憲・国民・新緑風会の会派を代表し、ただいま議題となりました地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に関し、反対の立場から討論させていただきます。冒頭、安倍総理に一言申し上げときます。あげます。新型コロナウイルス感染症への対応を検討する政府の専門家会議の議事録が残されていないことに批判が集まり、今、改めて安倍政権の公文書管理への姿勢が問われる事態となっております。政府は3月、新型コロナウイルスへの対応について、公文書管理のガイドラインに基づく歴史的緊急事態に初めて指定し、担当する北村国務大臣も、国家、社会として、記録を共有すべき歴史的に重要なものとし、適切に文書を作成し、保存管理する方針を決めました。しかし、菅官房長官は5月29日の閣議後の会見で、議事録は残さなくても問題ない、第1回会議にて発言者を明記しないことを構成員に説明をし、了解いただいたと繰り返し、議事要旨で対応した理由を説明してまいりました。その同じ日に、専門家会議の尾身茂座長は、会議のメンバーから発言者の記載のある議事録の作成を求める声があったと紹介しています。その委員のご発言は、第1回目の会議が行われたときとは、状況が変わったという問題意識から、再考の必要ありという考えからなのではないでしょうか。新型コロナ対策は、国民の命や健康を守ることはもちろん、国の行く末に関わる大きな政治判断をしなければならず、その政府決定の根拠は一体どこにあるのか、議事録がなければ科学的、歴史的にも検証することすらできません。議事録のない専門家会議が提言する新しい生活様式を示されても、国民はワクチンも治療薬もない暗闇の中を手探りで歩かされているようなものです。光を照らす先を照らす光は、号令や耳障りのいい言葉ではなく、事実です。国民の知る権利を守り、政府対応を事後的に検証するためにも、後世への貴重な遺産となる専門家会議の議論を議事録として残すことを、安倍総理に強く求めたいと思います。これを申し上げ、以下、法案に反対する理由を述べます。反対する大きな理由の一つは、介護福祉養成施設卒業者の国家試験の義務付けに関わる経過措置の延長をし、介護職の社会的地位向上を妨げるものだからです。今から遡ること13年前、平成19年の法改正により、介護福祉士の資質向上を図る観点から、養成施設卒業者は介護福祉士になるため、国家試験に合格することが義務付けられました。この国家試験の義務付けは、介護人材の不足等の理由から、現在に至るまで何度も延期されてきました。平成28年の前回改正において、衆参両院で決議された付帯決議が踏みにじられ、本案によって経過措置がさらに5年間も延長されようとしています。その5年間の根拠も質疑で明らかになりませんでした。立法府の意思をないがしろにする政府の取り組み姿勢を見過ごすわけにはいきません。そして、この経過措置の延長をめぐっては、社会保障審議会、社会福祉部会において、たった2回の議論しかなく、反対の意見が圧倒的多数を占めたにもかかわらず、最終的にはなぜか両論併記で片付けられています。厚生労働省は、福祉部会における議論のどこをどう十分に検討して、経過措置の延長という改正案を提出してきたのでしょうか。そもそも初めから、延長ありきの政策決定過程であったとしか思えません。5年間という期間だけでなく、外国人留学生の合格率が低いことを経過措置の延長の理由の一つに挙げられましたが、現状を把握、分析するにも、介護人材の推移は
2017年度分しか出てないなど、その原因を分析・検証した上で、教育の質を上げ、合格率の上昇につながるような施策を講じるにも議論ができません。国家試験に合格しなければ介護福祉士になれない福祉系高校の卒業者の不公平感はますます高まり、現介護福祉士の社会的評価が今以上に損なわれます。介護人材不足に拍車をかけているのは、この残酷な判断をした厚生労働省ではないでしょうか。法案に反対する次の理由は、介護人材の確保に関する改正も極めて不十分であることです。政府が提出した法案は、市町村の介護保険事業計画の記載事項に介護人材の確保の取り組みを追加するという、実質的に見れば現状と何ら変わることのない内容になっていると指摘せざるを得ません。今本当に必要なのは、新型コロナウイルス感染症の感染リスクと日々隣り合わせで働く介護現場の職員の献身的なお尽力に報いるような、賃金アップに直接つながる具体的な処遇改善案を規定した法案です。我々が提案している処遇改善策には、賃金アップに直接つながる助成金を支給するものです。また、介護の現場におけるハラスメント対策も極めて不十分です。UA 前線介護クラフトユニオンが2018年に行った2411人の介護従事者へのアンケートでは、利用者やその家族からハラスメントを受けたことがあると答えた割合は 74.2%、 1790名に上ります。しかし政府案には、介護現場におけるハラスメント対策に関する規定が一切ありません。我々野党が提出している法案では、事業主に対し介護現場におけるハラスメント防止措置に関する努力義務を課しています。このように介護人材の確保は喫緊の課題とは言いつつ、条文のどこを見回しても、その人材の当事者である介護現場で働く労働者の視点は入っていません。また現場を見ていない政府の姿勢は、認知症施策にも表れています。4月に公表された調査研究報告書では、認知症の本人に認知症施策に関する意見を聞いていない自治体が半数に上っており、政府が目指す方向が市町村と十分に共有されていないことが浮き彫りになりました。地域の実情に応じた認知症施策の推進は重要ですが、ただ単に法律に理念だけを規定して、その具体的な施策は現場の市町村や地域住民の方々に丸投げするだけでは到底うまくいきません。認知症を患った方々がどのような思いで、そしてその認知症の方を介護するご家族がどのような思いで日々過ごしているのか、当事者の思いに寄り添った支援策を、そして最前線で対応する市町村としっかり共有すべきです。さらに、この地域共生社会の実現に向けて新設される重層的支援体制整備事業、介護、障害、子ども、および困窮に関わる地域課題を、既存の支援取り組みを活用しつつ、包括的な支援体制を構築する、この考えは誰も否定しません。しかし、事業内容、人材、処遇、事業予算の確保、配分方法、そして事業実施の際の事務委託先など、質疑では明らかになりませんでした。審議の終盤でも、条文解釈に曖昧な点が露呈することがありました。重要広範議案であれば、法律解釈に誤りがないように、逐条審査が可能な程度の審議時間の確保が必要です。それが参議院における先達の知恵であったのではないでしょうか。一人一人の多様性を認め合い、人のつながりや支え合うことを基軸に、誰もが参画し、持続可能な社会の実現が必要不可欠です。この法律改正では、住んでいる地域で自分らしく、自分だけではなく、互いを尊重し合う地域共生社会を目指すことができると、国民の皆様に明確に説明できる状態にはなっていません。このことを強く申し上げ、反対討論を終わります。